チャールズ・グリフィンはアメリカ合衆国陸軍の職業軍人であり南北戦争では北軍の将軍だったポトマック軍の軍団長にまで昇進し東部戦線の多くの重要な作戦で戦った戦後のレコンストラクション時代にテキサス軍管区を指揮した急進派共和党の議会政策や解放奴隷の権利を熱心に支持しテキサス州では 戦前の多くの集約職者の賛成権を取り上げ、その後釜に忠実な連邦支持者を据えたことで議論を呼んだ。チャールズ・グリフィンは1825年12月18日にオハイオ州グランビルでアポロス・グリフィンの息子として生まれた。近くのガンビアにあるケニオン大学に入学し、1847年にウェストポイントの陸軍主管学校を38人の クラスの23番目で卒業した。卒業時に名誉少尉に任官され、米北戦争の最終段階ではアメリカ第に砲兵隊に従軍した。1849年に中尉に昇進し、ニューメキシコ巡州でナバホ族インディアンと戦い、1854年、アメリカ合衆国南西部のフロンティアを離れた。その後は、ウェストポイントで、砲兵戦術を教え、 南部州がアメリカ合衆国から脱退を始めた後はすぐに士官学校の卒業生から砲兵大隊を結成した。ブルラン戦場跡に置かれているグリフィン砲兵隊の大砲1861年7月第一次ブルランの戦いでグリフィン隊はウェストポイント大隊を率いた。グリフィンは軍隊から短期間の休暇を得て1861年12月10日。 メリーランド州の著名な家族の子女であるサリー・キャロルと結婚した。1862年の半島方面作戦の初期段階では自分の代々を指揮した。同年6月12日に志願兵の巡将に昇進し、6月9日付けとされ、さらに不評旅団長に指名された。ゲインズミルの戦いやマルバーンヒルの戦いで功績を挙げた。 第2次ブルランの戦いの時には、その旅団が予備隊で置かれた。アンティータムの戦いでは、短時間の戦闘に関わっただけだった。グリフィンの怒りっぽい性格のために上官と喧嘩することも多かったが、その指導力が優れていたので着実に昇進していった。グリフィン将軍と参謀たちフレデリックスバーグの戦いとチャンセラーズビルの戦いでは、第5軍団の師団長を任された。 その後に病気となり、師団朝食を部下に譲った。ゲティスバーグ方面作戦の初期段階では師団を率いることはなかった。ゲティスバーグの戦いが終わりに近づいた時に現場に復帰し、隊員から広く祝されることになった。この1863年の残りは、マインランの戦いを含め師団を率いた。1864年、 ポトマック軍が関わった主要な戦闘の大半に参戦した。オーバーランド方面作戦や、ピーターズバーグ包囲戦などだった。同年12月12日、エイブラハムリンカーン大統領がグリフィンを志願兵の名誉少将に指名し、それを8月1日付とした。アメリカ合衆国上院が、その指名を1865年2月14日に確認した。グリフィンは、 最後の作戦となった1865年のアポマトックス方面作戦では第5軍団長となり、この時ロバート・イリー将軍がアポマトックス、コートハウスで降伏した。8月、メイン地区軍長に任官され、メイン州ポートランドを作戦本部とした。1865年7月12日、志願兵の少将に指名され、4月2日付けとされた。 7月17日、アンドリュー・ジョンソン大統領がグリフィンを正規兵の名誉少将に指名し、3月13日付けとされた。これは、ファイブ・ホークスの戦いでの功績によるものとされ、アメリカ合衆国上院が7月23日に確認した。戦後、グリフィンは正規軍の大佐の位に戻され、アメリカ第35不評連隊を指揮した。短期間は、 メイン軍艦区を指揮し、その後、西のテキサス州ガルベストンに転属となった。1867年、フィリップ・シェリダンの下で、解放奴隷局のコミッショナー法を務めた。グリフィンは、政治的な問題に関わるようになり、1867年春には、レコンストラクション法の下で、黒人も白人も有権者として登録した。陪審員を選別するときには、 厳格に鉄壁の中世の誓いを強制した。指名された州知事のジェームズ・ W ・スロック・モートンの働きに満足せず、シェリガン将軍を説得して、スロック・モートンを辞職させ、その後任に地元共和党員で忠実な連邦支持者であるエディシャ・エム・ピースを据えた。グリフィンとピースはその地位の権限を使い、戦前に州の役人となり、アメリカ連合国を支持した。 民主党員を外し、その後釜に他の連邦支持者を据えた。グリフィンはシェリダンに代わって第五軍事畜生機関を任され、ニューオーリンズに出頭するよう命じられた。しかし、ルイジアナ州でその新しい本部を出立する前に、テキサス州南東部で流行っていた薬病の黄熱病で死んだ。グリフィンはワシントン DC オークヒル墓地に埋葬されている。 テキサス州のフロンティアにあったグリフィントリではグリフィンの栄誉を称えて名付けられた。ありがとうございます。